はい、ということで皆さん、はい、こんにちは。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 昼休み後半のお時間がやってまいりました。8月3日の火曜日にですね、もう。はい。お時間が12時40分を過ぎたところですね、うん、はい、今日もですね、ちょっと数字を持ってない2人がお送りするコリもせずに、ね、コリもせずにで、ちょっと何か変えようということで、そうそうそう、今回はね、今映ってるようなプロジェクターでこう、うちのプロ、あの、スクリーンもあるので100インチでかい。これね、大きさがあんまり伝わらんかもしれんね。あ、ちょっとこのここの距離感もあるし、ね、あ、確かに。でもあのね、ちょっと部屋も明るくはしてるんですけど、うん、こんだけ映りが ねいいので、室内では結構これね、以前までは使ってたりしたんですか。何を。このプロジェクター。そうそう、セミナーなんかでよくこれ使ってたけどね、うん、いいですよね。そうそう、大きいから。これはね、ちょっと僕たちは今テレビをどうやって映そうか今考えてるところです。 そうなんです。もうテレビをね、テレビをね、映ったらこれ野球観戦とか、まあ、童貞やったらね、オリンピックのね。ああ、そうですよ、もう終わっちゃう感じやね。いや、まだでもサッカーがね、うん、今日じゃないかな、準決勝スペイン戦。おう、いや、今日じゃないな、明日やったら、まあ、あるから。で、野球も昨日、うんうん、あのアメリカにね、さよなら勝ちして準々決勝、うん、で次決、ね、準決勝で韓国とやって、で今回ね、その野球のトーナメントがすごい複雑で、うん、負けても金メダルの可能性があるっていう、うん、あ、そうなん、なんとか方式のトーナメントなんですよ。要は普通のあの負けたら終わりのノックアウト制じゃなくて、ここで負けたらこっちに回って、うん、要は敗者復活ゾーンみたいなのがあるわけですよ。なるほど、ここで勝ち上がったやつがまたこう、そうです、そうです、そうです、はい。だから最後は今回準決勝は韓国なんですけども、うんうんうん、まあ、勝っても負けてももう一回やる可能性があると、あ、決勝で当たる可能性があるということなので、楽しみがね。そうなんですよ、ね、まあ、以前の WBC、うん、ワールドベースボールクラシックっていうところで、ね、うんうんうん、の同じような多分方式やと思います。なるほど、はい、いいじゃないの、いいじゃないの。いや、そうか。ただこの本当にね、この数字を持ってない2人がやってどうなるかっていうところですけど、今5人が視聴していただいてますけれども、見てくれてますね。すいませんね、本当ありがとうございます。本当にもう見ていただけるだけで本当ありがたいです。本当にそうですね、まあ基本はね、これあの、はい、アルスタのね、機材チェックという意味を。そうなんですよ。で今回もこういったロケの、まあ、そう、ね、こうどう映るんだろうかとか、うん、そうそうそう、信号がどうやっていってるんだろうかっていうチェックを兼ねてるんで、ね、うん、そうなんです、そうなんです、うん、でこれがね、またあのライブ配信が、まあ、このなんだろう、どっかのステージとか、はい、っていうところで言うと、まあ、大体そのステージ上にこういう大きなスクリーンあって、うんうんうん、それ越しにみたいな、そうですね、感じのやつ そのチェックも兼ねてますんで、そうそうそう、はい、それもできたらなと思います、うん、でこれのすごいところはもう手元のね、この PC でね、うん、全部まかないちゃうっていうところがね、そうそう、わかるかな、うん、でしょ、ほらピッて、もうこれでね、そうそう、テカってるな、そうそう、スイッチングがね、はい、できるから、できちゃうという、これがね、すごく便利なんですよ、ね、本当に。でしかも同時に PC2 台で操作ができる、できる、いやもう、ね、2台と言わんか、もう繋いどったら何台でもいけるんですよ。そうやね、うん、なんかできそうな感じですから、うん、だから音、映像、スイッチャー、なんかテロップで分けることもできるんですね。そうそうそう、まあ、あえてね、この出演する人が触るということがあんまりはないですね、けどね、うん、まあ、最悪この2人でもこういう配信ができるよっていうのをちょっとまあチェックも兼ねてね、やってもらっていただいてますけどね、はいはい、ということでね、我々これお昼休みに突入しましたけども、はい、今日は何か変わりましたか。もうそんなもう間違いのないデデン昆布、また昆布、昆布好きですよね。昆布しか買わへんのみたいな。昆布といつものジューシーハムサンド、あ、いいですね。そしてタルタルフィッシュバーガー、あ、いいですね。ですいいですね。もうこれうまいよね。でもこんなんばっかり食べてるから太るんやわ。そうなんですよ、うん、もう分かってるんですよ、僕たちはもうすでに、ね、うん、分かってる、気づいてるんですよ、僕たちも。そんな皆さんは今日何？チーデレのチーズたっぷりエビグラタン、あかんやつやっとるやん。デスプラスのコクとうまみのカレーパン、ああもうほんならもうやってもうてるもんな、それ分かってるんですよ。え、2つ2つです。そうなん、2つにその、いや、もう申し上げ程度の野菜生活、申し上げ程度の野菜生活せやな、これでなんか帳消しにされるかなと思って、うん、されへんで、されへんかされへんわな、絶対されへんわな、うん、ないない、はい、ということでね、はい、はい、ということでいただきますか、します、はい、はい、じゃあせーの、いただきます、はい、食べましょうか、はい、食べようかな、何から行くかってこれ大事やけどな、ここな。でも僕やったら、あ、うん、いい、やめとこ、いらんこと言わんとこ、なんで僕やったらね、うん、何行く？タルタルかな。
やっぱり。やっぱり。そうやな。がっつり行きたいな。そうやな。行っといて、最後にお口直しの昆布行けへん。そうそうそう。そうやろ、そうやろ。はい。その、やっぱり、その流れが。そう、最後にやっぱ、パン食べてたらさ、最後にやっぱちょっと、ちょっとね、ご飯も欲しくなるやろ。ご飯もがこう、感触的にも欲しいし。そう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 。で、最後にそれ行っとけばね、なんかやったぞっていう感じにはなるからな。で途中のやっぱサンドイッチぐらいであれもうお腹いっぱいかなみたいな感じがあると思うんです、うん、きっと そこを無理やり昆布を押し込むという一番の大好物昆布を最後に押し込んでいくっていうのがこれ大事な味噌や。これ太る原因ね。そうですね。さあ美味しいもん最後に、あどっち、俺も同じこと今聞こうとしました。だから好きなもん先食べるかな。僕は食べますね。好きなもん先行くやつ。行きます。行く、うん、昆布俺逆。エビフライとか最後置いてました。エビフライ嫌いやもん。あーそっか。そう、まあまあまあこれはまあ別として、まあハンバーグとかあるとするやん、周りから攻めていくタイプ。そうか。ポテトフライ、あーなるほど、ね、あと人参とかな。なるほど。この辺を攻めといてハンバーグはちょっとずつつまみながら最後にハンバーグだけ残るようになる。あ、好き食べ方でいらっしゃいますか。そうです、そうです。あーなるほど。僕はね、もう逆にハンバーグはもういきなりハンバーグでもう飯をかっくらうっていう。あ、残りの周りの人たちはもう、うん、最後に、最後にこれだけでいく感じ。それだけで、もうご飯関係なく。そうですね。ポテトとかはあのハンバーグ のソースというか肉汁でつけて食べるみたいな。マジマジ、まあ、でも間で食べるっすけど、ハンバーグはでも先になくなりますね、うん、だからそないに太ってないんだ。いやいやいや、多分ちょ俺の食べ方一番赤いやつやで。あ、そうなの。その言ったらその周りの言ったらね、あのうぞうむぞうさんたちと、うぞうむぞう言い方よ、はい、とご飯を一緒にいただいて、はい、でまず1杯目のご飯が終わると、はい、で2杯目のご飯でハンバーグをよいよいよ行くと。あ、なるほど。でそれだ。でご飯がそれでも足りないから3杯目のご飯で最後やっつけてしまう。あ、なるほど ね。美味しいもんだ、美味しいもんだから好きなもんやからいけるから。なるほど。それは食べる量増えるよ。増えますよ。うん、それ増える。もうほんまに増えるわ。もうごめんなさいって感じよ。うまいですね。食べよう。食べよう。いただきます。って言いながらも食べるんですよ。人間は食べなきゃ前に進めないですから。そうなんやな、はい、結局食べへんかったらあれちゃう、パワーが出んよね。うんうんうん、やっぱ頭回んないですからね。こう、うまっ、うまっ、うん、うん、何これ、うまいわやっぱり。うんうん、うん、フィッシュバーガーうまいよ。うまいっすね、うん、タルタルソースがいいですよね。そう考えた人やっぱ本当偉いと思う。偉いな。ハンバーガーが多分先できたと思うんですよきっとね、うんうんうん、ハンバーグをちょっとパンで挟んでうまいんちゃうかって、うん、じゃあちょっとそこに次行くのってやっぱ唐揚げみたいなチキンやと思うんですよね俺、うん、だけど結構マクドナルドとかってフィッシュバーガー、フィッシュ、うん、フィレオフィッシュ、フィレオフィッシュね、結構長い間あるじゃないですか。いや、あるあるある、ずっとあるでしょ、うん、もう気がついた時からずっとあるもん。ってことは誰かが、うんうん、ちょっと魚のフライ包んだらうまいんじゃないかって言った人がおるわけですよ、うん、それはもうね、うまい。ヘルシーなのか分かんないけど、いや、うん、まあね、うんうんうん、まあ、でもなんか普通のに比べたら若干あるかもしれんけどね。そうそう、お肉 100% よりはね、うん、っていう感じがしますよ。そう、あれどこだったかな、あの今これここ愛媛県のね、ここは松山市ですけど、あのどこだった、伊予市の方、二見とか、うんうん、下村とかあの辺、ハモとか長浜とか、うんうんうん、ハモとか有名じゃん。なんかハモバーガーみたいなやつあったような気がするよ。なんかご当地を盛り上げるため。そうへえ、なんかそういう誰か知っとる人教えてほしいな、うん、そういうなんかご当地のバーガーって確かに気になる、うんうん、愛媛でいうとみかんバーガー。あー、ないな、そんなんな。だからみかん、もうすごいあのトリック使っていいですか、うん、みかんの餌を食べた魚を使ったフィレ。あ、なるほどな、はい、あるやん、それ何やったら宇和島かどうかなかったっけ、うん、ありますよね、なんとかタイみたいなありますよね。そうそう、あるみかんの餌をペレット状のね、あれに練り込んでね、柑橘のなんかを、うんうん、ある確かにあれは愛媛らしくて、うん、でもやっぱ身とかもなんか変わるらしいよ、やっぱなんかこのね、フレッシュさっていう、なんて言ったらいいんですかね、こう普通のとやっぱ違うんでしょうね、うんうん、美味しいって言ってました。ちょっとなんか匂いがつくんかな、うん、なんかこういい成分が出るんじゃないですか、アミノ酸とか、なんか旨味成分が、うん、あほんまかいな、わからん今のは分からないです。分からないです、うん、適当なことばっかり言うて、うん、ね、本当だから あのあれやで、数字取れへんねん、私たち今日10人います今。え、あ、ほんまや、すいません、本当なんかすいません、なんかただのあのほんまの昼休みみたいな感じで、いやいや昼休みなんやけど。あ、そうです、もう昼休みのね、うん、あのオフレコの会話みたいな感じで、ね、そう、はい、うまい、うん、でも
なんか女子にもハンバーガーショップみたいなのなかったでしょ。 あるあの外国の方がやられてる、うん、うちの近所家。本当ですか。あそこめっちゃ気になってるんですよ、うん、一回テレビから。めっちゃうまいらしいよ。本当ですか。で炭火で焼いてくれるらしいよ。まあいいや。あのちょうどこのだからあの伊予市のね、まあ巻きようでいうと山木丸友って。ああはい、あの丸友の本社の前を横、真裏、真ん前。あ、そうなんですね。あの五色浜海水浴場の近くですよね。そうそう、あのね、入り口というかね。そうそうそう。あそこね、なんかもうあれらしいよ、注文してから焼いてくれるらしいんやけど、めちゃめちゃうまいらしいよ。近すぎて行ってない、逆に。なるほどな、うん、近すぎて行ってない、分かる気がする、うん。結構、いろんなとこから食べに来てるみたいな。そうなんですね、うん。ハンバーガーの、確かにあのなんかよくあの横須賀とか、うんうん、まあ、もう勝手なイメージですけど、うんうんうん、なんか超でっかいもうアメリカナイズされたこう、うんうんうん、ハンバーガーあるじゃないですか、うん、あのなんか旗がこう刺してるみたいな、うん、あれ食べてみたいです。旗なんか旗みたいな、旗というか剣みたいな。剣が刺さってるじゃん。旗じゃないか、剣か。旗はお子様 Z か。それチキンライスを上に刺さってるやつやあれじゃ何もこう守れないですよね。そうやねんか。でちっちゃい時はまああれもいろんな旗あるやん。ありました。な、どこの国かわからへん刺さっとったらちょっと怒ったりして。ああ確かに。いやいやこれって。キューバか。キューバはまだわかりやすいやん。でも子供の頃キューバわかります？いやわからんけど、もう本当それこそないけど、まあまあどこのどこって言ったらまだまあ、あれですあれかもしれんけど、うん、ねえわからんとこやったらなんやこれってなるやん。ああ確かにな。ほんまにある国かどうかそれはわからんやん、そもそも。あいやあるある。まあ、でもかといってなんか日本が刺さっとってもみたいな、なんかこう、うん、でもそれはちょっとなんか違うよなって。他の外国がいいなみたいな、うん、まあそうですね。別に日本が悪いわけじゃな くてただのそのデザイン的なね。そうそうそう、国旗の。そう、うん、あったあった、うんうん。だからああいうのを作ってる会社があるってことですからね。そうやんな、ね、そうやんな。だからもう僕らが知らないだけでも、うん、全国シェアナンバーワンのそういうあるやろな。あるでしょう、ね、あるやろな、ね、うん、すげーっていうね。そうそうそう、まあそういう会社がな、なんかあれちゃう、もうめっちゃ田舎の方にあったりとかな、うんうんうん、もう何人かでやってるとか、例えば、うんうんうん、本当にでもすごい。いやそれで言ったらあれじゃない、あのうちもそのドローンなんかでお世話になってる山陽物産さんなんかは、うん、そのホテルのアメニティとか全国シェアナンバーワンじゃない、違うの、うん、あそうなんですね。じゃない、だって東京行ってもどこの、まあ、元々添乗員とかしようと時代に、うん、どこ行ってもあれみたいな、うん、え、あのだって書いてるもんな。あそうなん、愛媛県伊予市って書いてるもんな、このアメニティの後ろに住所書いてるやん、はい、後ろとか、ね、そうそう下とかに、あのそうそう、うん、地元やんみたいな。そうなんですよ。意外とだから僕ら身近で使ってるものが地元の企業とかって結構ありますよね、うん、あ、ここが作ってたんやみたいな。そうそうそう、お菓子とかもね。そう、うん、意外と知らへんな、全然。おばあちゃん家でよく食べてたあれが、うん、あの会社やとかってありますからね。そうやねん、これこっち地元やんってな、うん、そうなんよ、そうなんよ。でまあ、いろんな、まあ、企業さんもね、大きな企業さんはね、いろんなところに工場を持ってたりもするしね、うん、そうやねんか。そうかそうか、よし。あ、うまかったわこれ。これうまいな、これタルタル、たっぷりタルタルフィッシュバーガー。そうですね。でもこだわる人ってあれでしょ、タルタルソースも自分で作ったりするんでしょ。いやそう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 、たっぷり茹でてな。そうそう、だってこれコスパ良くない、203.04円、うん急に小数点出てきました、ね、なんでやろ。お前の188円税込みで 203.04 円、 8% と 10% の違いか、なんかがあるかもしれないですね、うん、店内で食べて帰るよ。お前な、ちょっと待って、久しぶり。これは250円の270円なんよ、税込みでな、はい、これちょっと待って、これ昆布 118.110円のが税込みで 118.80 円。えなんで、なんでなんこれ、なんだこれ、軽減税率のあれかな、 8.80 円。要は店内で食べたら変わる。でもそれなんかよくわかんないですね。わかれんな、なんやろ。確かに今値段をね、久々に見たんですけど、小数点めっちゃ使われてましたね、うんうん、129.60円そうなんや、60円なあ、10.60円ってなんやろ。へえ、
気にしてないな、そこな、あんまり。ほんまですね、もうレジを信用しきってますね。そう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 、はい、まあそうやな、ほんと昔はな、レジもな、一個一個全部200何円とかってことを押し取ったもんな、うん、数字をな、うんうん、バーコードなんかない時代、そんな時代知らんやろ。近くの駄菓子屋ぐらいしか知らないです、ほんと。そうやろ、うん、10円買いごっこで、うん、なんかピッピッみたいな。昔は俺ちっちゃい時なんか言ったらもうみんなせえんか、そんなバーコードなんかなかったから。ああ。で、ないからレジめっちゃすごいやつおってんの。めっちゃ早いやつおんねんから。ああ、もう全部値段覚えとってみたいな。そうそうそう。だから買い物行くやん。買い物がわさー置くやん。で、わー買っとるやん。だからプラ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 みたいな、すごいプロみたいなやつおんねんから。すごい。もう今も誰でもやれるもんね。それこそないけど、何度あれのセルフレジとかな。あ、そうですよね。自分でやるっていう。押すパターンもあるぐらいやし。でもセルフレジってあれですよね、なんか最初自分でやったときちょっとドキドキしませんでした？いや、するって。俺もやったんやけど、やったんやけど、なんか泥棒する気がする、なんか。いや、なんか分かりますよ。いや、悪いことはする気はないけど。なんかあえてな、周りに俺通してますみたいな見せ持ってやってしまうな。分かります、無意識で。なんでやろ？分からない、多分もう。疑われたくないんやろな。多分もう、なんか、いや、分かってるんですよ。でも、もう どんなに悪いことしたらもうバレる世の中ですから。バレる、監視カメラ。そうそう。けどなんか、いや俺ちゃんとしてますよみたいな。うん、なんか何点って。今日ジュースが1本でピッ、はい、入れたとかって言いながらやっちゃうんですよ。うん、なあ、はい。なんでやろ。不思議ですよね。ほんまに。まあまあ。そんなない。みんな疑ってもないやろうけどよ。そうですよ、まあ、うん、そういう気持ちでみんなレジ上に並んどるわけじゃないけど、うん、誰かが来ありました、うん、なんかコンコンコンって言うじゃん。何の音って言わなかんの。誰やろ。何何、誰か来たよ。どなたでしょうか。今ね、誰か来られたんで、うん、あれなんだろうね。どちらさん、どちらさんですか。あれ、あ、社長、社長、社長が来た、うん、え、大丈夫な。あ、ちょっと待ってって、今駐車場になんか物を取りに来ましたわ。これどうする。あ、じゃあ常務と社長喋ります。いや、分かっていいよ。あれ、俺スイッチャーしましょうか。何が、俺するで。俺スイッチャーめっちゃうまいけど。めこめっちゃめこいやんか。何が、どないした。ちょっと待って。何はい、ということで、はい、ということで、はい、ちょっとお客さんが来ましたんでね。うん、何を、何か持ってきた。いや、わからないですよ。一回ちょっと車の方に取りに行くっつって、うん、で、あの社長って言ったら、ちょっと待ってっつって車に行って、うん、でもそのまま僕は鍵を開けて待ってるって感じです。来るんかな。知らん。なんか取りに行ったんかもしれない。うん、うん、まあいっか。あ、お疲れ様です。そう、今生よ、生。あ、生で、うん、いらっしゃい、いらっしゃいませ。あ、どうぞ。よいしょ、こちらどうぞ、こちら、うん、はい、どうぞ。じゃじゃーん。じゃじゃーん。それマイクはついてないけど。そう、それあのあれやね、プロジェクターがかぶっとるね。もうちょっと向こう側いかんとあれかもしれん。そう、昼休みのやつを。そう、これ良くない。でもこのパターン、これあのライブ配信どっかでやる、まあエミフルでやろうかなと思ったパターンがこういうパターンやったんやけど。そう、それの、どれも、いら、後ろ、うん、宮さん、宮さん、ポップでいけとるよね。いけとる。はい、ジョーム、これあの何なんかな、伊予市の、なんていうの、市民税とか住民税のやつ。何それ。それとな、これあの前さん、ああ、来た来た、うちも来たよ、うん、このあの DM は非常に出来がええんで、うんうん、それ封筒めっちゃおしゃれやったろ、うん、勉強させてもらったら思って、うんうん、あ、これ来たけどね、うん、持っとる持っとる。
そうそう、これ前さん言ってね、うん、昔お世話になりよったマインドアップっていう株式会社、マインドアップ、これ設立したんよね、会社この会社を、うん、すごいね。多分な第一号の顧客をうちやと思うで、あ、本当？独立して一番最初に仕事を頼んだのはうちやと思うで、あ、本当？今日どっか行ってた？これからや、あ、これから、うん、どちらへ？これから南海放送でね、うん、消費者志向宣言にて、うんうん、お客さんも大事にしますよという宣言した企業の集まりがあるんです、うん、あ、そうなんや、で、それのセミナー、うん、あの偉い先生が来て、はいはい、まあ、消費者をどうやって大事にするか、うん、でどういうふうに意見を聞き吸い上げて、うんうん、品質に生かすかみたいなセミナーがあるので、あ、宣言すると同時にそのセミナーも同時に受けるみたいな、うん、もう宣言は済んどんやけどね、うんうんうん、全国で宣言しとるんやけども、うん、愛媛県版いうのがあって、要はその愛媛県で宣言した企業の集まり、うんうん、あ、なるほどね、でセミナーの勉強をして、うん、その後交流会みたいなのがあって、へそれ顔出そうかな、あ、そうなんや、そっかそっか、まあ、うちはね、あのお客様チェックシートいてね、お客様の声チェックシート、うん、昔からそういうのやるよって、あ、そうか、そういうのをね、どんどん取り入れて、うんうんうん、まあ、内容は全然知らんないけど、どんな内容かにはね、うん、自前やん、自前やん、これ、あの、いやいや、今日あのセミナーの間な、ちょっと喉が渇いたら嫌やな思って持ってきたんや、うん、いやいや、ミヤさんがお茶でも入れるんかと思ったら、あの社長が来てもお茶も入れずに、かまかま、あの前違うんすよ、前カーフィーがこれな、わし、あのボスが一番ね、あの、うん、こんな宣伝してへんかどうかしらんけど一番賞におっとる、あ、そうなん、何でか言うてね、うん、これ飲んだ後ね、おしっこがコーヒー臭くないんや、何のこと、何のことな、あ、他はね、そう、皆さんあれがあったろ、うん、あの、何やったっけ、ペットボトルのお茶あったやんか、うん、あれも持って、あれ持ってったらいいの、他はね、やっぱりなんかこう、うん、コーヒー臭いんやな、あ、な、それがなんか縁か悪いか分からんけど、いや、知らんけど、うん、まあ、ここで言うとは思わんかったけどな、自分のね、おしっこがコーヒー臭くもなるのが嫌やけん、うんうんうん、あ、それ、開けずにそのまま持ってったらよかったの、あ、うん、あ、そしたら戻ってこい、うん、あの、行くんやろ、今から、うん、いや、誰か車乗せてくれんかな思って、と寄ったの、あ、そうなん、あ、ここまで、あ、え、何時、何時に半からやけん、まだだいぶ、まだちょっと、あ、もう、もうこれ閉めてもいいよ、うん、全然、まあ、せっかくやけん、喋って、喋っとこう、しばらく、うん、そうよ、今うん、これ待って、これ誰、これ誰、社長来た、すげーって書いて、今からね、パーティーはないけど、パーティ ー, うーん、顔、まあ、その顔合わせというかね、うん、交流会そう、本当だ、昼休み広報課初じゃない、お、 この時間帯はなかなか出てないけど、そうよね、そうよね、そうよ、今はね、社長忙しいけんね、今本当社長自ら陣頭指揮を取ってね、あの工場のその体験やったり、店舗の方の体験やったり、まあ、まあね、本当もう毎日ね、小銃刀みたいなことをこうやってね、うん、これなんぞみたいなするけど、うん、大事大事、まあ、それはそれでね、うん、やっぱり必要かなと思って、うんうん、で、またね、ちょっと技術的にね、あの、うん、研究開発始めたんで、うんうん、それが楽しいね、ああ、この、まあ、ダークアップ始めたりだとか、ダークアップもやし、靴、カバン、バッグ、財布、うんうん、でそれに伴って新しい技術とか道具とか、うんうん、めっちゃあの充実してきとるの、今までな、あのできんかったり、うん、時間がたくさんかかっとったことがめっちゃ早くできるようになった、あ、うん、確かに、で、あの、うん、LG の乾燥機ここに置いとったの知っとる、あ、うん、あの家庭用のね、そうそう、家庭用のこうスチームで衣類乾燥機仕上げ機みたいなやつよ ね、うん、ね、冷蔵庫みたいな、そうそうそう、うん、あのおしゃれなデザインのやつな、うんうんうん、電気屋さんの入り口に置いてあるやつ、はいはいはい、あれがねめっちゃ活躍する、乾燥機としてもね活躍するし、うんうん、あの衣類成形機としても活躍するし、うんうん、それもあの蒸気いらんよ、電 気、 うん、電気やし、うんうん、だけバッグとかカバンとか洗った後、うん、あれで乾燥ができる、で立体で乾燥もできるし、下に棚もあるけんな、うんうん、確かに棚に箱置いて静止乾燥もできるし、うん、あ、そうか、財布とかああいうやつも全部できるってことか、 そうそうそう、その棚 でしかもあれオゾンじゃなくて何やったっけ、その消臭とかなんかその紫外線かなんかあるよね、青いライトついとったよね、あれ、うん、なんかな、
消毒も消毒もみたいなね、できるね、あれ意外というか、かなり使えて、なんかびっくりするぐらい早く出来上がるんよ、うん、森松石田、社長と常務のツーショットは久しぶりに見ました。そうよ、ほんと、うん、そう、2人でこう出るのはもうなかなか最近ないもんね。それちょっとスイカ持ってきて。小川テルリンが帰ってきたよ。これな、この間な、何小川さんの実家があのジャコ天売り場で言うたら、うん、長浜で、ね、美味しいやつ、美味しい。何が美味しいジャコ天な、うんうんうん、この間わしお金出すけん買うてきてやって言って、ああ、ジャコ天を、ただタックスとめっちゃ食い切れんぐらい買うてきとって、うんうん、でお金払おうとしたら、いりませんって言うんや、うんうん、ただで社長が10円から物もろてワイロワイロワイロ、そのままいるわけにはいかんけんな、うんうん、ちょっとわしこれ高知で、高知でな、あの、うん、露店の人が店出しとって、これ美味しいですよって、甘いですよって言うけん、うん、騙されて買ってみたんよ、騙されて、いや、分からん、甘だくってないんやけど、あで、あ、うん、それ、わけん、うまいかどうか分からんねんけど、マイブーム、今、スイカがマイブーム、あ、いよったな、糖度が14とか言うて、うん、何やってんの、ちょっと前まではね、マイブームがジャコ天やったんよ、うんうんうん、で、ジャコ天も、まあ、結構ね、伊予市から南の方向いて、うりよるやろ、伊予市 の、 あの二見のシーサイドのとこ、あれなんか新聞出とったね、うん、あれ、あれ、もう最近もともとあの農協の漁協組合の人がやっとるとこと、うん、シーサイドの中に入っとるとこと、うんうん、それもっと走っていったら、うん、長浜越えて長浜のね、ちょっと港のところにね、カーブがあって、うん、そこでそれはあれやろ、あの小川パンとこのお母さんが一本ちょっと入り込まないかな、うんうん、倉庫みたいなね、あの建物があって、そこにジャコ店とかって書いとんやけど、うんうんうん、そこの 裏に、うん、あの店があって、うん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 、で、小川さんとこって知らんかってな、なんぞここも倉庫屋が空いてないかと思って、うん、まあ試しに日曜日から忘れたけど、実は行ったらね、うんうん、後ろでなんかここでやってますみたいな、うんうんうん、工場みたいなのがあって、その中、あ、工場もあるあれみたいなのがあって、そこ入って行ったらね、おじさんがあげてくれた、あ、うん、そう、おじさんとおばちゃんと、うん、あれ、小川さんとこのお母さんが表でじゃこかつをあげようんやったっけ、そうそうそう、平日はね、しまっとる、なんやこれって思う感じやけど、うんうんうん、うん、どう、凍ってなかった、大丈夫だった、安城寺がスイカください、で、あとね、スイカの美味しい見分け方教えてくださいやって、あれ叩くんでしたっけ、お、これな、甘いんやけど、どうかな、ちょっと酸味があって、あ、ありがとうございます、うん、どうですか、いいですか、どれどれ、うん、味がこう、なんかな、濃い、やっぱちっちゃ小ぶりやけん、なんかな、うん、いろんなもんが詰まってる、甘うん、いやでも甘いよこれ、甘酸っぱい感じやな、うん、甘いだけじゃなくて、うん、うん、いや、スイカって感じ、うまいよこれ、いや、店の人がうまいで、甘いですよって言って、うん、でね、でね、それの見分け方、うん、どこをどう見たらスイカが、まあ、切らずとして、切らずしてこの甘さを、わしが調べたのは、まず柄がくっきり出とるやつ、うん、黒と緑のはっきりこう柄がしとるやつと、うん、あとヘタ、ヘタ、ヘタがなんか枯れとる方がええ、そうなみたいに言おったよ、あのヘポのみたいなやつがね、うんうん、分からんの、だから失敗するのが嫌やけん、足はもう切って、うん、糖度測ったやつを最近買う、うん、もう間違いないやつやんかそれ、うん、なるほどね、それもブロックになっとったらもう何もいらんけど、このゴミがな、捨てるんが結構大変なよ、スイカの皮、あ、確かに確かに、うん、で、ほっとったらなんか小林が湧いたりするやろ、するする、三角コーナーに入れとったら、うんうんうん、あ、嫁さんに怒られるんよ、うん、もう畑に撒くんよ、畑に、まあ、うちも裏が畑いうか、やぶやけん、うんうん、そこに入れ自然に返すと、だけど、いつも裏出たらカブトムシの匂いがする、え、カブトムシがおる、スイカ、いや、スイカのこう、吸えた匂いがカブトムシの匂い、ああ、うん、そうやな、もう夏場はな、どうしても匂いもするし、うん、これ、もうギリギリまで赤いけん、まあまあ、うん、いや、違うね、もうこれペラペラになる前に食べれるんだよ、うん、本当、あの本当にこれ、あの青いとこまで美味しいよ、味がある、うん、うん、これ高知の梼原、梼原、うん、あの雲の上温泉かな、うん、あ、ちょっと風呂入りに行こう思って、うん、うん、あ、行った、行ったんや、ね、
その途中のどっかの道の駅よ、で屋台出しとって前で、でそのお兄ちゃんが、甘いですよ、こうていかんですかって言うけん、いや、うまいよ、安城寺、安城寺にもお願いしますって。これはね、うちの見るだけなんて見るだけよ、もう食べさせろ言うてるよ。これは冷蔵庫には、うちの冷蔵庫に入れとったんよ、ただもうめっちゃ冷えるんで、たまに凍っとる時あるんよ、でもよう冷えてうまいよ、これ、でお昼からここやろう思って、家から持って出てな、で本店やったらおばあさん来とったけん、おばあさんに渡したんよ、そうなんやこれ後から追いかけてきてちょうど購入した見るだけなんて食べたい、ダメです、買いなさいスイカぐらい、スイカぐらい買えと買え言うてますよほんまやこれ、これ何これ、ここ返しの画像が返ってこんなったけど、あ、そうなん、そうかそうか、そう、よっしゃ、来たちょっと連れて行ってくれんかな、そうよ、誰やったっけ、今おばあさんおったことない、じゃあおばあさんに、連れて行ってもらう、じゃあまあ頑張って、たまな、スイカ食べたかったら、ほんとまた今度、コロナが落ち着いたらね、ビアガンでやろう、で来年はね、本店で、花火の時にね、屋台並べてな、何かな、パーティーやるぞ、パーティーやるぞやろう、来年の夏な、7月の終わりにな、あ、これ言うで、小川さんのとこのジャコカツよく買いに行くんやって、小川さんのとこではないんやけど、ジャコカツで思い出したわけ、小川さんのとこがね、わしの中で今暫定1位、ジャコカツうまさ、ジャコ店ジャコカツ部門でな、あ、部門で結構食べ歩きするんや、何かな、佐田岬行ったら、道の駅にも売りあるし、先っぽ行ったら花々で売りあるし、花々の何かな、目の前に何軒かずらっとな、あるある、あれ全部買い食いしたい、マジで、僕はビジターハウスあるやん、伊方原発の上、あそこのじゃこカツも嫌いではないね、全部うまいんよ、うまいんやけど、まあ合う合わんというか、どれが一番、まあまあね、って言った時にやっぱり長浜のあれが今暫定1位やな、その次がな、花々の前にあるこう一般の店、2番目にうまい、あるある、あそこパパエとかも安いやん、こっち側で、こっち側と反対側にあるけんな、こっち側の方、よく分からんけども、こっち側で、まあ全部食べ歩きしたら分かる、あ、なるほど、ね、ということでちょっともう時間ない、ね、14分でこれ、まあ南海放送まで15分ぐらいでいけるけんね、はい、はい、じゃあ気をつけて行ってきてください、はい、よろしくです、小川さん、南海放送まで連れて行ってあげてもらえんですか、たまん、ちょっとこれを外して、あ、それ、外して、宮田ニュースが帰ってくるからいや、美味しかった、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、行ってらっしゃい、お気をつけて、気をつけて、そう、いやびっくりしましたね、そうそう、これね、小川さんのお母さんがあそこでやるよな、ああ、そう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 、あるある言うてるけどこれあれやね、本当びっくりした、いや、すごいな、やっぱりあそこでこう出てくれるっていうのがこういいですよね、やっぱり度胸は座っとるね、はい、そうですね、あ、まあまあまあってなるけどね、普通はね、こっちから来ましたもんね、こっちから来た、もう行くぜ行くぜ行くぜ、まあエブリマンデーでコーナー持ってるだけあってね、そうですね、さすがでございますよ、それはね、そうだそうだ、そうそうそう、そうかそうか、ちょっと待って、やっぱな、もう俺らいかんで、何がすか、俺らがな、はい、さ、やってる時ってコメントを備えにないっすね、ないやん、ないのにさ、社長が来たらえらい盛り上がるやん、そうですね、急に急にな、まあそっか、いつもう昆布ばっかり食うてんのがいかんのか、これかもしれん、それか誰、俺が悪いか、いや、え、か、誰、帰ってきてた、あ、小川さんですね、高岡の小川さんが鍵忘れてった、鍵忘れて、どうやって連れていくん、あの人、炎天下炎天下だから、社長じっと待たされてるじゃん、涼しいから暑いしひどいことするよね、いや、でもすごい面白かったです、いや、でも新鮮でした、なんかこう、いや、でも本当社長と2人で喋るのは本当ないわ、
本当ですか、初めてぐらい。ない、うん、本当ですか。ない、初めてぐらいっていうことないけど、昔よけの松山工場で、はい、そのまあまあ、松山工場がまあ言うたらまあ事務所も金取ったりしとったから、あのそこでやってる時はよくこの2人で何かに出るみたいな感じはあったけど、もうここ最近ほんとずっとなかったんじゃない、そういうの。あ、そうですね、確かに、まあ、ズームとかではね、電話とかではね、全然あるけど、確かにアルスタでこう2人で直接こう話すっていうのが本当なかったかもしれない。今なんか僕たち多分、うん、あのみんなキャストの人たちは多分みんなキュンキュンしてたんじゃないですか。キュンキュンしてた、キュンキュンせいやろ、おじさん2人が出てきて。でも本当変な話、社長と俺ってあのあれなんよ、同期なんやんか。ですよね、なんかお聞きしたことは。入社年度は一緒なんよ。へえ、石田クリーニングに。じゃあ苦楽を共にした。そう、ずっとね、もう本当もまあ面白いこともね、あの辛いこともやっぱり一緒にやってきたわいね、なんやかんやってね。すごい。いやでもなんか可能性を感じたのは僕だけかな。何の？なんかこうシリーズ化してもいい。シリーズ化？どうする？毎日スイカ食べたいから。もう最後はもう本当勝負やね、ここも。清本優作バーファス西田浩一スイカ早食いたいけど。それめっちゃ面白いじゃん。ブル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 、もうあんなってる。それはでもそれで面白い感じないね。でもそのスイカの糖度の当て方チャンピオンみたいなのはおもろいかもしれない。食べずに、それで、あの社長はおもろかろ、何がおもろいって勝手にランキング始めるんやから、ジャゴカツジャゴ店のランキング部門でね、部門ね、暫定1位、暫定1位踊り出した、踊り出たらしいので。そうやな、もうお前な、そこ、これが小川さんのところのお母さんがされてるところ。そうですね、確かに本当めちゃくちゃ美味しいんで。うまいな、うん、もうじゃこ天って言ったら、うん、僕はあれを想像するし、うん、なんかあれ以外でこうなんか、うん、ペラペラのやつ来たら、ちょんちょんなとかって思ってる、まあ、全然違うよね、場所によってね。全然歯応えとかがそうこんなに分厚いみたいな。あの何やろ、あのちょっとこのなんかこの魚のすり身やんか、そのちょっとなんか骨、はいはいはい、ジャリジャリ感がちょっと残ってるのが良くない？いいですね、うんうん、あれだからもう全くないやつもあるやん。ありますね、昔あの CM 覚えてます、あのタッ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 って言って、うん、炭炊いてジャコテンやって、うん、あったあれがめっちゃ、なんでそんな覚えてんの？都市的にそんなあ、でもあれ小学校ぐらいじゃないかな、僕ら。だからまあ、いや俺らが小学校じゃない。あ、本当ですか。あれでも結構なんかリメイクされてやってません？最近は全然見てないけど。ないけどね、あの、あれやったらいいのにね。あれめっちゃ好きやったんですよ。めっちゃうまそうやったしな、七輪でこうやって。そうあの後ぐらい違う、そのなんか長谷園の味噌汁とかのドロっていう CM が出たのありましたね。どっちか言うたらあっちの方が先発とかあれがないんかな。じゃこ天のあれはね、あれいいよね、あの CM。 なんでじゃこ天といえば僕はもうビールを飲みたくなる。あ、やっぱり焼いて、うんうん、もうそれだけ食べれる、うんうんうん、幸せ。うまいよね。うまい。あ、じゃこ天って焼いてもうまいんよ。で、常温でもうまい。うまい。冷やしてもうまい。冷やしてもうまい。あと煮てもうまい。そう、あ、なるほどね。あの、芋炊きとか入れとって。あー、入ってる。で、あの、そう。あれなんだっけ、うどんとかに。うどんとかでもいいですよね。じゃこ天うどんとかあるやん。ありますね。こっちの方はご当地であるな。あります。うまいよな。宇和島、この前って言ってもだいぶ前ですけど、あの、某カレーチェーン店は、うん、あの宇和島限定でじゃこ天カレーみたいな、じゃこカツカレーみたいなのを出しとったっすね。へえ、すごいご当地。だからご当地って結構ね、伊予薩摩ってある大好き、そのじゃこ天の素みたいなやつをかけるやつ。あ、分かる。あのタイのすり身とだし汁とみたいなね。そうあれもうまいやん。俺最初何だ気持ち悪いとかってずっと思ったけど、食ったらめちゃめちゃうまいやんか。めちゃくちゃうまい。僕毎年夏はやりますね、うんうんうん、でタイのあのアラとかがあるじゃないですか、うんうん、結構安く売ってるんですよ、うん、200円ぐらいで、うんうんうん、でそれ結構お吸い物とかにするんですけど、うんうん、焼いてその身剥がして、うん、すり鉢でするして、でだし汁入れてグーってやったりして、うん、あときゅうりとかいろいろ入れて、うんうんうん、かけたらめちゃくちゃうまいっすよ、あれ。もううまい、びっくりするぐらい美味しいっすもん。あれめっちゃいけるよな、うん、うん、なあ、ほんまやな。どんどん増えてきてるコメント。そう安城寺さん、みんなでどこか行きたい。確かにそうですね、なかなかコロナが ね収束してんけども、でもなんかね、やっぱこう、うん、なんかこう夏らしいこともしたいし、そうもちろん冬らしいこともしたかったけど、お祭りもね、ほぼほぼ中止になってるし ね、 うね、もう本当にっていう。そう、うちフォーやエミフルのイベントな。そうなんです、まあ、8月の9日日曜予定はしてたんですけど、これまあこの状況下の中でね、ちょっとコロナ禍の中でちょっとやりにくいなと、うんうん、やっぱそのもちろんその来られる方とかにも、ね、まあ、感染とかっていうことももちろんリスクがあってはいけないんでね、
一応中止と。そうですね、まあ中止、まあ延期かな、うん、延期っていう歌は正解かな、ね、させてもらえればなと思います本当。またあの皆さんと、ね、元気にあの会場でお会いできることを楽しみにしてますし、はい、いろいろ、まあ、それまでにねまた内容もパワーアップして、うんねね、やっていけたらなとは思いますけど、うん、本当にだからまあそういうこう本当に人と人との触れ合いがこうなかなかこうねやりたいけど減っちゃってるから実現できないっていうもどかしさもあるし、うん、あるなあ、そうなんです、うん、でも人恋しになってしまうわやっぱり。そうですね、やっぱり、うん、今日みたいにね社長とかとやっぱ直接話すっていうのが本当に大事なような気がして、もう本当去年もう1年半ぐらいになるんかなコロナの失敗になって、ああ、そうですね、でコロナになった瞬間に松山工場から俺ここに引っ越したいんや。あ、そうなんです、去年の2月とか、そう、3月かな、3月にこのアルスタ、まあ、今はアルスタっていうのはもともと竹原の2階、アルファ竹原に2階ここスペース空いてたからここでっていう形で、うん、ここに。あ、そうなんですね、うん、それ、まだもうなるべくその感染しないように、うん、あ、そうか、もうリスクを分散したの。 そう、リスク分散したっていうのがもちろんその社長と一緒におったんやろ、うん、今まで、うん、一緒におったんやけど言ったら変なよ、ワンツーが同時になってもうたら会社が機能性になるからそれを避けるために分かれてる。あ、なるほどなるほど。そうで、そっからの流れで結局今ここに居座ってしもてるけどね。きちんとね、我々はここがもう僕らのここがあれですから、あの拠点ですから、大事。でそれが最終的にね、そうですよね、アルサになっちゃったもんね。もうすごいですよね、うん、本当に。そうラジオやってこの間にね、あ、そうですよね、ラジオやって結局動画配信、あ、そうそうそう、ね、ライブ配信とかいろいろやってますもんね、会社の紹介とかもやってますからね、ね、PRV とかも、はい、もうほんま寂しい話でいい、あ、いいですよ、やっぱりここの2人でやると4、やっぱ俺裏方に徹しよう、俺もう裏でいいや。社長、社長数字持ってんな、持ってますね、小川さんと社長がいいかもしれない、じゃあせやな、数字持ってる同士がやると爆上がりするかもしれない。そうやな、なんか、まあ、別にこれで収益化しようとかとか思ってるんじゃなくて、ただ単にあの個人としてちょっとなんか寂しい。それはある、それはあるんやけど、まあ、せっかくするんだったらたくさんの人に見てもらいたいじゃん。確かにそうやな、もうまあ時間的なのは、まあ、お昼のね、まあ、お昼休み終わって皆さん仕事されてるんでしょうから。でもなんか一回ラッシュみたいなの入りましたよね、ラッシュな。でも僕も結局社長が出た時じゃあ行くよって人が出てきたらリボンだから分かりやすく嫌われとるやん俺ら。どういうこと、どういうことだろう。俺何も悪いことしてないやろ。なんなん、なんやろうな、なんなんこれ、なん昆布がいかんのか、何回かの俺のグラタンが、僕食べ方汚いんですかね。それで言うたら社長もあんまり綺麗事なかったね。それ言うな、俺はあれですけど、ほんまにやっぱなんだろうな、あれなんかな、飽きたんかな僕たちに。飽きられてんの。飽きられてる か, かまあでも本当僕らもねこれ昼からちょっとまたやらないかんことでたくさんあるんで、そうですね、はい、ということで僕だらだらやってる場合じゃないよ、そうなんですよ、まあ、でもこういう風な感じで、はい、ね、できますからね、そうそう、ここにまあまあ企業のねなんかその、うん、なんか PV 流しながらその企業さんがその、うん、ね、できたりとかいろんなパターンで考えれるので、そうです、そうです、いろんな方法というかね、そうですね、の見せていけたらなと思っておりますので、はい、ということで、はい、はい、あの昼休み広報課なんですけども、うん、まあ、またここからアルステからいろいろな情報を発信していきますので、はい、ぜひチャンネル登録などもよろしくお願いします、うん、できたらグッドボタンもお願いします、お願いします、はい、じゃあ8月3日火曜日、はい、昼休み広報課、今日はサプライズゲストがね、うん、今日の社長が来てくださいましたけども、はい、また明日はどうなることやら、でも懲りずに僕らでやるかもよっていうね、何なんそれ。やるかもよじゃないよ。はい、ということで、ね、はい、数字を持ってない2人でしたけども、はい、はい、懲りずに頑張っていきます、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、じゃあまたお願いします、ごちそうさまでした、ありがとうございました、じゃあせーの、ごちそうさまでした、それじゃあね、またバイバーイ。